レオンガンベタ級装甲巡洋艦は、フランス海軍の装甲巡洋艦の艦級。本級は、アミラルオーブ級の改良型として設計されたが、火力の大幅な強化がされ、単装式の手法は、連装砲塔方式となり、副砲も連装砲塔が大部分となった。火力は、約2倍となった。また、防御も装甲板に、KC 装甲を採用し、 水薦武装交代も1 7 0ト、mm、ルと増圧された。官名は政治家のレオン・アンベタにちなむ。当時の海軍大臣、カミリー・ユペルタンはジャーナリストから政治家となった人物で、海軍の将校らが保守的な応答派の成功を持っているとされることに対抗して、この環球に共和制時代の政治家や文化人を記念する名をつけるようこだわった。 1923年時の本級の武装、装甲配置を示した図、艦尾から取られたビクトル光・輸コ船体形状は前型と同じく高い還元を持つ、朝鮮主労型船体で外洋でのしのげの未成は良好であった。艦首から前向きに19.4センチメートル連装手法等一基を、配置、環境構造は大型化され箱型とし、 その上に2段の見張り所を持つミリタリーマストが立つ。ミリタリーマストの長部の見張り所は上段が単小灯台で下段に4.7センチメートル機関砲が配置された。環境の背後に4本の煙突が立っているが、ボイラー室を前後に振り分けた間室分離配置を取っているために、煙突は2番煙突と3番煙突の間は広く取られており、真に四角形の通風塔が立っている。 煙突の周囲は関西艇置き場となっており、原則に関西艇用の洋州クレーン片ゲム8機、計16機が配置されている。4番煙突から、後ろは簡便な短脚症、後ろ向きに 19.4cm 連装手法等1機が乗る。副砲は前述の通り 16.3cm、速射砲18門のうち12門が連装砲塔に収められ、 船体中央部の甲板上に等間隔で片原三機の計六機が配置され、残りは単素ケースメート配置で環境の左右に一機ずつ、水の左右に一機ずつの計四機が配置され、前方方向に最大六門、左右方向に最大八門が試行できた。ありがとうございます。